はいどうもリアルは今日です。さて3月に入りました。3月といえばね、出会いと別れの季節です。別れもありますが、その分出会いもねあるので、やっぱ出会いといえばね、やっぱり人との距離を縮めていきたいので、物理的に距離を縮めるように肩幅をね皆さん広くしていきましょう。ということで今回はですね、僕がコーチングしていただいている山本義則先生に指導していただいたでかい肩を作る筋トレ、これを紹介していきたいと思います。では一緒にやっていきましょう。はい、まず第一種目はですね、肩幅を広くする、この三角筋チューブをより強くするためのインクラインサイドレーズを紹介します。まずベンチの角度は30から45度ですね。そしてこっちの足を方も少し上げてあげるとより安定して動作しやすいです。ここに横に寝ていただき、そしてですね、ポイントなのは上体を丸めてしまうと三角筋の後部後ろ側に効いてしまうので、しっかり胸を張って動作すること。そして胸を張って息を吐きながら、やや斜め前にダンベルを上げて高カウントでゆっくり下ろしていく。力強く上げ、高カウントでゆっくりと下ろしていく。3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 7、これを10レップ1 2 3 4 8 1 2 3 4 9 1 2 3 4、ラスト、はい、10 1 2 3 4、もう1回ぐらいいけそうだ。1 1 2 3 4、 OK。 そしてね、反対側ももちろん同じようにやっていきます。しっかりと胸を張って親指側から上げてゆっくり押す。2 1 2 3 4 3 1 2 3 4 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4、怪我を防ぐために親指側からダンベルを上げます。6 1 2 3、よいしょ、ふう、おー、パンパンに張った肩が。これをね3セットやっていきます。インターバルは2分ぐらいですかね。はい、第2種目目は肩の前側をサイズアップさせる。結構肩の前側を鍛えることで肩の立体感が増してくるのでかなり重要です。ここを鍛えるアーノルドプレスを行っていきます。まずはウォーミングアップから、だいたい15回くらい上がる重さで行っていきます。肘の真上に手の甲が前になるようにダンベルを握り、この時ですね、親指、人差し指、中指の3本でダンベルを持ち、そして息を吐きながら力強く頭上にダンベルを上げ、手のひらが正面になるように回旋させていきます。で、吸いながら下ろし、だいたい口元まで下ろして吐きながら上げていく。吸いながら下ろし、吐きながら上げて、トップで収縮させる。トップでしっかりと三角筋、肩の筋肉を収縮させることによってより強い刺激を与えることができます。4 5 6 7 5、怪我予防にもね、ウォーミングアップはかなり重要ですね。はい、ウォーミングアップ2、ちょっと重量を上げて、そして12回今度はやっていきます。やっぱり怪我予防のためにもしっかりとウォーミングアップは細かくやりましょう。それも、はい、1 2 3 4 5 6。アーノルドプレスのメインセット、物理的刺激をしっかりと三角筋にかけてサイズアップさせていきます。6回ギリギリの重さを2セット。よし、まず1セット目やっていきます。よいしょ。よいしょ。血流が肩に集中してる。次はですね、なかなか鍛えづらいこの三角筋後部、この後ろ側を鍛える種目です。かなりね、この種目おすすめですね。ただ山本先生から習ったやつができなくて、ちょっとマシンが違うんですよ。なので僕なりにちょっとアレンジしたものなんで、それだけご了承ください。まずはですね、配置としてはこの
ケーブルマシンの前にだいたいベンチの角度60度ぐらいで持ってきます。ロープハンドルを持ってここでにうつ伏せに寝ていただき、顎を引き上体を丸めて、そうすると背中の筋肉が使われなくなります。そしてこれをですね、額に向けて強く引き上げていきます。1、2、3、4、なるべく上体を丸めた肩の後ろだけを使う。5、6、7、これを10回かける2セット。はい、肩のラストはやはり鍛えづらいこの肩のギア後ろ側をね、もう一種目鍛えてみましょう。サイドライングギアレーズです。まずですね、ベンチに横に寝ます。そしてダンベルを持つんですけど、このダンベルを持つ際にこの手が重要で、このダンベルの上の方を親指と人差し指で包み込むように持ちます。そして顔の前でセットして、ここから息を吐きながら高く上げていきます。1でゆっくり押す。1、2、3、2でゆっくり粘っていって、3、4、5、6、だいたい7から10の間、7、しっかりと上体をやや丸めて肩の後ろ側をストレッチします。わっ、 OK。もちろんね、反対側も同じようにやっていきます。5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、60、61、62、63、64、65、66、67、68、69、70、71、72、73、74、75、76、77、78、79、80、81、82、83、84、85、86、87、88、89、90、91、92、93、94、95、96、97、9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 8、89、90、91、92、93、94、95、96、
巻いて、これ一応山本由伸先生が考案したベルトですね。これ結構ね、ダルビッシュ投手とか大谷翔平投手選手も使ってるものですね。これで今減量期なんで、まあ、成長ホルモンの分泌を促して代謝を上げていきます。まずですね、この状態でプッシュダウンですね、上腕三頭筋を鍛えるプッシュダウン、これを30、20、20、15というね、あの4セットを行っています。プッシュダウンが終わったらすぐにカールを連続して同じ回数行います。スーパーセット法ですね。かなりハードですが、こうすることによってより代謝を活発にして絞りを加速することができます。ではちょっとハードですけど頑張っていきます。上体かぶせて力強く肘を伸ばす。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、で30回終わったらすぐに今度はカールの方ですね、深く握って小指薬指でグリップして、そこから肘を曲げてます。1、2、3、4、5、6、7、9、10、パンパンだ。パンパンになりましたよ。まあ、こんな感じで今日のトレーニングは終了となります。疲れた、はあ、かなり疲れました。ということでですね、今日は山本由伸式の肩トレを紹介していきました。いや、かなりハードできついんですけど、なんとね、所要時間大体今20分ちょっとぐらいですね、20分ぐらいです。短時間で終わるのでかなりおすすめです。しかもね、怪我もねかなりしづらいと思うので、まあ、初心者の方から上級者の方までやっていただけるのかなという、そういう感想ですね。いや、かなりね、これで僕の肩も立体感が増してきたような気がしますね。仕上がりが楽しみです。減量もちょっと頑張っていきます。ということで本日はここまでですね。皆さんまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら、じゃあね、以上です。チャンネル登録をお願いします。いいねもお願いします。他の動画も見てね。バイバイ。バイバイ。
いいよ。